ベルナティオ高原リゾートベルナティオは、新潟県十日町市東馬高原地域にあるホテル、及びゴルフ場などを含む総合リゾート施設。施設の名称は、自然に恵まれた施設周辺をイメージしたイタリア語、ベルパエーゼーチをイコール美しきふるさとに由来する。新潟県のマイライフリゾート、新潟構想に沿って、平成8年10月に開業。 開業に至るまでに425億円が投資された。周辺地域の自然保護のためビオトープをはじめ、総計460ヘクタールの敷地を有している。開発、所有は第3セクターで設立された株式会社、東マ高原リゾートが行っている。当初は保養施設向けに法人会員制リゾートして開設されたが、バブル崩壊などでうまく機能せず、現在では、 一般客も受け入れるリゾートホテルとして運営されている。ただし、出資企業を中心とした企業会員や一部地方自治体との法人契約保有施設として当初の目的通りに機能もしている。施設の特徴としては当初の法人会員制リゾートとして作られているため広大な敷地を有効活用した施設配置をしている。また、FIFA ワールドカップでは当地で クロアチアが合宿を行い、その際整備したサッカー場、クロアチアピッチがある。ここではアルビレックス新潟や横浜 F マリノス日本代表が合宿を行っている。その他に温泉施設、自然を生かしたゴルフ場や花畑、自然教育施設などを有している。利用率や利益率等は高く、2006年に年間9万6000人が宿泊。しかし、 第3セクターゆえ、平成17年度からの固定資産の減損会計にかかる会計基準が導入され、約300億の土地購入、施設設備等の投資のうち、土地等について、資産計上時のままとなり、時価と母価の含み損が拡大。約100億を超す損失処理を行い、財務状態の健全化、収益体制の強化を図る必要に迫られた。そのため、 2008年4月、ホテルインターコンチネンタル東京米を運営する株式会社ホスピタリティネットワークに運営を委託することになった。ホテル開業14年目の2009年8月26日にホテル宿泊者100万人を達成。2009年利用実績では年間宿泊は90、200人、ゴルフ場21、100人、その他来場118、300人、 イベント来場35、500人の合計265、100人が来場するリゾート地に発展している。2011年3月19日より、長野県北部地震、東日本大震災、福島第一原子力発電所事故により避難された被災者への温泉の無料開放、救援物資、ホテルでの宿泊受け入れなどの支援策を実施。 2014年4月1日より運営会社を株式会社なくはホテルリゾーツマネジメントに移管。2015年度には宿泊人数が10万人となった。2016年10月運営委託を終了し直営化する。2016年度には宿泊人数12万人となった。生物多様性の回復スキー、ゴルフ、温泉と自然を売り物にするリゾート施設のため。 自然環境保全の一環として整備された。計画地の植生は、ブナク倉水域に属し、敷地に残された自然林の林床や林園には、雪国特有の雪椿、姫青木、蝦ユズリハ、満作などが季節を彩る。しかし、全体的に見れば、開発前の土地利用は、小奈良、水奈良などの虹林や、植林や、畑や水田などが入り組んだ里山景観を、 提していた。当計画も敷地内の放棄水田と大きな農業用ため池を水生生物と野鳥の生息拠点として自然の出現環境に復元するものとなった。計画の要点として計画に先立って植物症と哺乳類、鳥類、両生、爬虫類、昆虫類の動物調査を行った。その結果として人と自然との多彩な 関わりを持つ植生が入り組むことにより、多様な生態系が維持されていることが明らかになった。計画はさらにその内容を豊かにするという基本方針で臨んだ。その要点は一浅く変化のないよしの占いする水田地形を水路や地層を含む多様な水深を持つ湿地地形とし、中水植物、不要植物、沈水植物が共存できるようにする二条流部に、 流水系の生物のための水路を作る3000体が吉原に戻ってしまわないように刈り取りなどのコントロール管理を行うの3点で整備の結果多くの水生生物の生息が追加確認されるようになっていった。客室数155室収容人員500人ありがとうございます。